立憲民主党大西健介国会で無知がバレた赤っ端。本日立憲民主党の大西さんが国会にて総務省の接待問題に関連し山田内閣広報官が官房長官の記者会見の進行を続けるのかと質疑をしてしまいました。加藤官房長官は 私の記者会見の進行は、広報官はやっておりませんと反論されておりましたが、まあ、おっしゃるとおりでございまして、同じ立憲民主党の長妻さんが、わざわざ政府にこういった質問推奨を出し、政府が、官房長官の記者会見の進行は、総理大臣官邸、報道室長が行っていると説明しておりますので、 大西さん、こういった質疑をされる前に、ぜ、ま、ひ、あ、とも、まあ、せめて、同じ政党のお仲間くらいには、ご自身の質疑の内容が間違っていないか、おかしくないか、確認をしていただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。